LXQT は完全なデスクトップ環境の提供を目的とした開発中のソフトウェアパッケージのバンドルである。LXQT はルクストとレザー QT の両プロジェクトを統合して作られた。ルクストのメンテナである台湾人プログラマーのコーツトムサトルは GTK3 に不満があったため2013年初期に QT を試し、 2013年5月26日に、QT ベースのピークマンフムの初版をリリースしたが、彼は GTK と QT のバージョンは共存するだろうと発言して、ルクストにおいて GTK からの離脱を意味することではないことを明らかにした。その後、彼は QT にルクストのスランドルフロントエンドを移植した。2013年7月3日に、 コーツとムサトルはすべてのルクスとスイートの QT 移植をアナウンスし、さらに同年7月21日にレザー QT よびルクスとの両プロジェクトの統合をアナウンスした。この統合により GTK と QT のバージョンは最初は共存していたが、最終的に GTK バージョンは中止され QT 移植にすべてのリソースを集中することが明らかになった。 ルクスと QT とレザー QT を統合したものは LXQT と改名され2014年5月7日に最初のリリースであるバージョン0.7例が利用可能となった LXQT は数多くのモジュラーコンポーネントから構成されるその中には QT や KDE フレームワークス後に依存するものもあるありがとうございます